お元気ですか？チャオベラチンクエティの岡田ロビン翔子です。こぶしファクトリーの井上玲です。アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの最新情報、ライブ映像、活動の裏側をお届けしていくこのアップカミ。今回の MC は私たち2人なんですが、はい、まずは最近の私たちの活動についてお話しさせていただきたいなと思います。私岡田ロビン翔子はチャオベラチンクエティで活動中です。チャオベラチンクエティはですね、今年の8月2日豊洲ピットで行うライブをもって解散することを発表したんですが、現在は春ツアーも無事終了して、これからはさまざまなイベントに出演していく予定です。これから一本一本全力で楽しみながらお届けしていきますので、リアルタイムのことはツイッターをチェックして皆さん遊びに来てほしいなと思います。ちなみに最近の私はですね、はい、喫茶店巡りにハマってまして、おしゃれおしゃれなのかな。おしゃれですよ。ベイベイコーヒー好き？飲めないです。まだ子供だね。そうなんですよ。辛いのも苦いのもダメで。そうなんだ。そう、最近コーヒーにハマってるから、こう、おしゃれなインスタ映えするカフェっていうよりはこうレトロな、なんか昭和な喫茶店に一人で行くのにハマってるので、ぜひ一緒に行ってくれる人こちらまでお願いします。私井上玲はこぶしファクトリーとして活動中です。こぶしファクトリーはですね、現在ライブツアー2018社員こぶし魂と題して全国各地を回っています。5人体制になって初めてのツアーなので、もう全力ファクトリーで頑張っています。最近の私はですね、ボイスパーカッションを挑戦しているんですけど、このツアーの中でもやっているんですけど、いやー難しくてですね。難しそう。どこのあれポジション？アカペラですか。うんうん、アカペラボイスパーカッションとしても、あ、ボイスパーカッション1曲まるまる全部やるんですけど、ずっとやってるの。でも最近はちょっと慣れてきて、うんうん、テンポが速いのにも挑戦できるようになってきたので、まだまだ成長したいと思います。という私たちなんですが、もともとはね、私がまだザッポシボ時代に、はい、レイレイがナイスガールトレイニーって言ってね、そうですね、バックダンサーで踊ってくれたりとかして、はい、もうすごい覚えてるのが、横浜ブリッツでね、私がキックボードをこう乗る演出があったんですけど、その中でトレイニーから私がレイレイを引っ張って、はい、センターに行けって言ってそう覚えてる？覚えてます。もうすごい緊張して、ちょっとどこ行こうって言った時になんかセンター行けって言われたからスーって言って、そう楽しかったです。そう、だからイベントとかでは共演したことがあるんですけど、はい、こうやって MC をやるのは初めてなので、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、なんかテーマがあるみたいなので、はい、そのテーマについてねお話ししていきたいなと思うんですが、はい、今日は夏への衣替えということで、衣替え、まあ、ちょうど6月に入ったということで、レイレイもね、どうですか、夏ファッションというか楽しんでますか？そうですね、私は結構なんか今日もなんですけど、うん、こういうレースとかが大好きなんですよ。ちょっとセクシーだね。本当ですか？レース好きなんだ。そう、レースが大好きで、友達にもよく着てるから似合うねって言ってくれてるんですけど、お世辞かな、わかんないですけど結構いっぱいレースのものを持っているので、なんか同じような服装にならないように頑張りたいな。今年の夏なんか挑戦してみたいファッションとかある？そうですね、結構ポップ系のが夏は多かった気がするので、うんうんうん、今回は大人っぽい、なんだろう、ちゃんとなんかワイシャツみたいなのをやってみたいです。ね、大人な女性みたいな、レイレイの大人化が進んでいく ね、 そうですね、前髪も伸ばしてるし。そうです、そうです、伸ばしました。今年の夏は大人ファッション、はい、いいね。私は逆にこう年を重ねていやいやいや、チャオベラみんなすごいモノトーンの服が多くて、だからあえて夏はなんかカラフルな洋服を着てみたいなと思って。絶対似合いますよ、絶対似合いますよ、自信があります。ちょっとね、今年はそんなカラフルな夏にしていきたいなって思いますね。あとオフショルダーとか、夏ならではじゃない？こう、そうですね、私なで型なんで、もうずっと肩こうやって上げてないと。私もなで型だから、オフショルダーとか着るとガッと上がってきちゃうんだけど、ね、そうそう、ちょっとそういうのも挑戦していきたいなと思います。なんか、はい、ちょっと皆さん今年の夏の2人のファッションにも注目してほしいなと思います。はい、それでは今回のアプカミスタートです。まずはアプカミオリジナルでお届けするハロープロジェクト20周年記念企画です。
ハロープロジェクトメンバーと OG メンバーが複数回にわたって登場。さまざまな思いを語っていきます。まずはこちらの映像をご覧ください。小関舞です。2018年はハロープロジェクトの誕生から20周年のアニバーサリーです。このコーナーではハロープロジェクトの現役メンバー OG メンバーが様々な組み合わせで登場し、複数回にわたってスペシャルな座談会をお届けします。さて今回はこちらのお二人に来ていただきました。緒方理沙です。よろしくお願いします。須藤真紗です。よろしくお願いします。さてこの3人にはある共通点があるんですけども、何か分かったりしますか？ねえ、分かんないね。何ですかね。ちょっと分かんないですかね。何だろう。実はですね、はい、あの舞台のお仕事で男役を演じたことがあるメンバーなんです。あ、確かにね、言われてみればね。そうですね。小関舞です。私は、気絶するほど愛してるという舞台でマーシー役をやらせていただきました。緒方理沙です。トライアングルという舞台でチーク教を演じさせていただきました。須藤真紗です。演劇女子部サンクユーベリーベリーでロッカー坊主を演じさせていただきました。さてここに番組が用意したお題があるんですけども、男役の他にも舞台経験者ということで舞台についてのお題もありますということで、1枚ずつめくってそのお題について話していきたいと思います。はい、ということでシャッフルして、何が聞かれるんだろうね。怖いよね。そうですね、結構下手なこと喋れないからね。そうですね。並べていきます。久しぶりだこのなんか感じ。でも緊張してるんでしょ。ちょっと緊張してますね。回すなんかちょっと大体さ、回す側になるですよね。なるよね、はい、私も確かにサブリーダーなので、ね、結構お話、もう今日すっごい楽だもん。本当ですか。もうすごい回さないからじゃあ早速私から弾いていきたいと思います、はい、じゃあこちらで、はい。男役を演じている時期ついしてしまうことということで、あ、そうですね、やっぱりその稽古の期間って1ヶ月とか結構長い期間あるじゃないですか、うんうん、ガニ股で歩く練習をすごいしたんですよ。鏡の前でこうウォーキングをしたりとか、うんうん、あの私結構普段からなんだろう、ちょっと外に上がってるからそこはあんまり苦労しなかったんですけど、さらになんかもっとなんか男っぽい歩き方にその期間をなったっていうのは覚えてますね。だってまずさ、骨格が違うじゃん、はい、男性ってもあの草であの体型とかさ骨格があってもう神様からもらったもんじゃん男性って。そうですね。でもうちらにはもうそれが足りない部分もあるわけじゃん、はい、そっからさ、まずゼロから1に作るって作業が大変だよ、ね、大変でしたね。なんだろう、私は、はい、あの稽古する時って大体男役だからやっぱ髪を短くしなきゃいけないなっていうなんか意識になっちゃって、髪の毛長いんですけど普段、はい、なんか一つに結ぶ、はい、結んで稽古をするってことが多かったんですけど、なんかやっぱ外見もやっぱ女の子ってこうメイクとかしておしゃれとかもするから結構見た目気にすることが多いじゃないですか。でも男役をやってる期間ってなんかあんまり外見気にしなくなるっていうか、もう髪の毛もまあとりあえず結んどけばいいやと思っちゃったりとか、まあ、服もなんとなくでいいやみたいなすごいちょっと思っちゃったりとか、そういうことがあったかなっていう。なんか元がちょっと猫背っていうのもあるんだけど、はい、やっぱりステージ立つと男性って肩幅も広いからこう胸張るから、意外と普段でも結構胸張って歩くことが多くなる。姿勢が良くなった。その1ヶ月その舞台の稽古から本番とか含めたその期間だけはちゃんとなってるんだけど、終わったらひょんに戻ってくる。確かに、ね、姿勢はすごい言われますね。そう言われるよね、歩き方とかも。だからもうその期間だけすごいなんかピシってなった記憶がありますね。いきます、はい、じゃあこれで。男役について周りからアドバイスされたこと、うーん、なんだろうな、
あでも私は一番最初に舞台をやったのがトライアングルっていう舞台だったんですけど、うんうんうん、最初からも男役だったんですよ。うん、もう女性の役をや、ね、経験しないままもう最初から男役だったので、うんうん、もう演技のこう全てわからないのに男役から入ったっていう感じだったので、うん、なんだろう、やっぱり歩き方とかもすごい大事だなと思うし、うん、結構アドバイスされたのは声とかですかね。あー、トーンを下げるっていうのはすごい大事だなと思って、うん、そういう喋り方とかどうしてもやっぱり普通に喋ると可愛い感じになっちゃう、ね、やっぱ意識しないといけないなっていうことで、すごいこう声をいろんなこうあのトーンで喋ってみてっていうのをすごい言われたなっていう記憶があります、ね。大きな声出すっていう作業がいつまでたってもできなくて、すごい何度もこうなんか言われてることは分かってるのに実際できなかったりとかして、すごいなんかもうアドバイスをいただいてるのにすごいなんかあもうできないみたいな、すごいなんかもがくんですけど、結構なんだろう、時間が経たないと慣れないので大変でしたね。多分生まれ持ったものだと思うんだけど、結構元から多分男性気質なわけよ私。だからなんかその体格とか歩き方とか声が低いで声がでかいみたいなのも、なんか元からその男性になんか金揃ってるっていうか、なんかそのものを持ってるんだ自分。だから逆に男性役っていうよりも女性役やった時の方が言われることが多いかも。もうちょっとしなやかにみたいな、もうちょっと歩き方綺麗にみたいな、逆にそっちの方が多いかもな。逆に、うんうん、これで舞台の仕事で味わった挫折感。挫折感ありますね。もうある？あります、うん、本当にもう。何ありますよ。あの、うん、その気絶するほど愛してるという舞台で、うん、もう本当にうまくいかなくて、うん、ずっとなんかもう低い声で大きい声も出せないし、あの立ったまま男っぽい仕草もできないし、なんかもう何もかもできなくて、ですごいもう温かいご指導をいただいたんですよ。熱いご指導をいただいたんですよ。でもそれでなんかでもああしなきゃこうしなきゃってなっちゃって、すごい大変だったし、その自分一人の演技で結局その一つの舞台がやっぱり一人一人に責任感があるし、自分の持つ責任感とかを甘く見ちゃってたっていう部分で、すごいこうたくさん言われたので、なんかこれはこう舞台だけでなくてグループとして活動していく上ですごいなんか教訓になったので、まあ挫折っていうか、あ辛いなって思うことありましたけど、でも結果的にすごいなんか自分の中で、あなるほどって思ったっていう感じですかね。私はあの演劇女子部の舞台って結構途中で曲が入ったりすることが多いじゃないですか。であのサンクユーベリーベリーをやらせてもらった時に、あの結構自分たちの曲っていうのが結構あったので、うん、男役の声のまま曲を歌わなきゃいけなかったんですよ。なんですけどやっぱ普段歌ってるような普通の声で歌っちゃいけないし、でも私結構歌はなんだろう、嫌いの方だ、嫌いではなかったので、うん、苦手意識は全然なかったんですけど、なんか舞台で歌を歌うってなった時に全然思い通りにこう声が出せなくて、うん、なんかこんなに歌うことって難しいんだなっていうのをすごい感じたなって思います、うんうん、私は、はい、劇団劇ハローの時にやったベリーズ工房が主演のサンクユーベリーベリー、はい、で演劇女子部になってからのサンクユーベリーベリーを椿ファクトリーが、はい、主演でやってくれたんだけど、はい、その時の椿ファクトリーの方のサンクユーベリーベリーは出演兼、はい、あの演出もやったの、ね、だからそのやっぱね、あの比べるものがあると言われてしまうこともあって、やっぱでもどっちも関わらせてもらってるからこそ違うものにしたいし、どっちもいいって言ってもらえるようにしたかったから、舞台監督さんとかもうずっとその旗揚げ公演からやってくださってる方だから、それを見た時にこう帰り一緒に帰りながら、いやここもっとこうした方がいいんじゃないのって言う時に、そうですかみたいな、うん、まだ稽古あるんで何とかしますみたいな、そういう風にアドバイスいただいたけど、やっぱりそこはちょっと挫折ではないけど、うんうん、比べられるものがあるからこそ、
こんなにも大変なのかなと思って、はい、でも絶対いいものにしたいって思って幕開けるまで頑張って作ったから、でも結果いいものになったのかな。すごい、うん、男役をやらせてもらった時に、はい、やっぱりあの女性の方からあの抱きしめられたいかっこいいとか言われるのは嬉しいんだけど、逆にあの男性の方からかっこよかったとか言われる方が嬉しい。ということで今回は舞台で男役経験のあるメンバーというテーマでの段階でした。メンバーはですね、須藤真麻さん、カントリーガールズの尾関舞さん、そして椿ファクトリーの尾形梨沙ちゃんの3人でした。うん、やっぱり舞台でも演技すること自体難しいと思うんですけど、うん、それプラス男性役っていうのも、ね、なんか役作りというよりも仕草からですよね。すごいよね。もう大変な時間、もういっぱい時間かけて自分のイメージとかもやらなくちゃいけないと思うんですけど、ね、大変ですよね。もう一言で言えば大変。で私はその男役として演技はしたことないけど、あの夏のこうフェスで男装コンテストに出たことがあって、うん、見ました。見たことある？画像見ました。まさかのねグランプリ取った経験がねあって、人生で初めてのグランプリが男装だったから、なんかいつか挑戦してみたいなって私も思いました。いやでも本当にかっこよかったですよ。本当に。しかもあの時はショートだったからカツラとかじゃなくて地毛をね、こうやってこうペターってバックスとかでやってグランプリだったから、すごい自信持っちゃって。レイレイはある？私もあのこの前あの1回やったことがあるんですよ、うん、男装を。あ、そうなの。でも写真だけでも表情が難しかったんですよ、ね、それプラス動きって芝居もうすごいですよ。いやさ、本当すごいよね。でもやってみたいなっていう気持ちもあります、うんうん、いつかいつかぜひお楽しみにしていてください、はい、それではハロープロジェクト20周年記念企画、次回もどうぞお楽しみに。続いてはチャオベラチンクエッティの映像をご覧ください。
4月30日に渋谷 WWW で行われた公演からハイテンションワッカ実践をご覧いただきました、はい、いやもう見てる時にレイレイがずっとこう乗ってくれて、いやコールが楽しいんですよ。あ、そうなの？楽しいです。嬉しい。ミュージックビデオもいっぱい見直しました、ありがとうそう、でも本当に今回の、 春ツアーの初日は私たちが解散発表してからの初めてのライブだったので、はい、こうみんなこうファンの人どういう表情してるかなってこう不安もあったんですけど、本当にファンの皆さんがいつも以上に盛り上げてくれてすごい楽しい春ツアーになりました。今の最近のライブはザッポーシボー時代の曲もチャオベラチンクエッティの曲もこう混ぜこぜで歌っていますので、これから様々なイベントに出演します。8月2日の豊洲ピット、私たちのラストライブになりますが、今までで絶対一番いいライブにしますので、皆さんよかったら遊びに来てほしいなと思います。続いては吉川優さんの映像をご覧ください。大前までにしてて一世みんな一人
5月20日に FAD 横浜で行われた公演からときめいたのにスルーをご覧いただきました、うん、いやでもあの作詞作曲が大森聖子さんということで、ね、なんかその大森聖子さんらしさと吉川優さんらしさがすごいなんか伝わってきて、ね、しかも生バンドだったじゃないですか。かっこいい。私生バンドブームがこの頃来ておりまして、そうなの？あの、この前初めてこぶしファクトリーも生バンドをやらせていただいて、やっぱ一回味わっちゃうと癖になりそうです。やっぱり迫力がちょっと違うじゃないですか、ね、確かに確かに生っていいなってすごい思いました。でも吉川優ちゃんとバンドのね、はい、コラボレーションもすごいパワフルでね、素敵だよね。素敵ですね、うん、私もぜひぜひ、まあ、機会があったらまた生バンドでやってみたいなと思います、うん、吉川優さんは配信限定シングルネオシュガーシュガー優が配信中です。そして現在はバンドライブツアー中で、6月9日は名古屋、10日は大阪にてライブを行います。詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。続いては上々グーナーさんの映像をご覧ください。その前にですね、ちょっとお知らせがございます。僕たち上々軍団がですね、7月の25日をもちましてメジャーデビューします。聞いたからさあということでラスト1曲でございます。皆さん盛り上がる準備できてますか？じゃあ五郎さんお願いします。そうです、最後は僕らのメジャーデビューシングルのこれ曲でございます、はい、今日来てくれてる人も何人もいると思います。このね、仲間のことを思って作った歌です。聴いてください、仲間。一緒に笑っただろう、共に泣いただろう、ずっと頑張っただろう、帰り道どん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 拝んでのようにと、俺ら仲間だろう、一緒に笑ったろう、共に泣いただろう、ずっと一緒だったろう、そして一緒に歌ってください。カモン。あれこれもっと言いたいと思ってた言葉はいつか空の彼方でいつか、人生は短い、時間は誰にも止められない、青春に後悔は必要ない、何も考えず叫んで輝け、歩き疲れて止まるこの場所、何度止まっても誰も怒らない、地べたに座り夢を語らない、結局何にも覚えてねえや、いいさでもそれでいいんだ、ここが俺の方、笑顔の花が咲いている、誰かが振られりゃ大笑い、ほうほう、本人泣いてるけど、そりゃねえよ、いつでも願ってる、お前らが幸せになるのを、hey! 俺ら仲間だろう、一緒に笑っただろう、共に泣いただろう、ずっと頑張っただろう、帰り道夜空見上げ、あの星のようにと、一緒に笑っただろう、共に泣いただろう、ずっと一緒だっただろう、変わらない夏の風、思いを運んでく、 OK! みんな右手の仲間を上に上げて、そう、そしてその左手の仲間がそれを支えてあげて、そう、これが俺ら仲間だろう、ずっと仲間
もどんなに離れても帰り道夜空見上げ、あの星のようにと、hey! 俺は仲間だろ、一緒に笑っただろう、どうに泣いただろう、ずっと一緒だっただろう、みんな俺たちが仲間だから、セキュー、ありがとう、どうもありがとうございました。さあということで36歳のバスイベント終わりました。ありがとうございました。ケンタテンションになっておりますが、ねえ、本当は44だ、違います、そんなサバの読みがしないです、同い年じゃなかったな、36歳でございます。はい、はい、皆さんね、本当いろんなゲストの方来ていただいて、はい、助けていただいて、うん、1人で2000円でね、そう、1人当たり5000円で、2位の声がここになってますよ、作家さんには本当にね、歌ってもらってね、はい、はいはいはい、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、笑いあり、コントありでやらせていただきました、はい、ありがとうございました。そしてね、このバースデーイベントでも、うん、発表させてもらったんですが、はい、なんと7月25日に僕は JoJo 軍団メジャーデビューします。でも、笑いをやりたくて始めて、18歳で始めて、アフロンさんお世話になって、うん、メジャーデビューしますっていうセリフを言うことが来ることになるなんて、ね、想像してなかったですね。本当にもアップカミさんのおかげですよ、でも、アップカミさんに一番初めにアップさせてもらった、うん、確か。そうですね。で、はい、だからね、アップカミさんを見た方たちからの反響だった、これ実は。あ、そうだよね、そうそうそう、でも。だから本当、アップカミ様なんですよ。アップカミさん、ありがとうございました。低いな、低いな、これ低姿勢どころか土下座になっちゃって、うん、本当に低さは天下に行ってますから、とにかく7月25日でお願いしますので、はい、買ってください、応援よろしくお願いします、お願いします。ということで、以上、上場軍団、そして長島拓衣でした、ありがとうございました。5月23日にスクエア茨平塚ホールで行われた公演から仲間ご覧いただきました。この日は上場軍団の鈴木啓太さんの36歳のバースデーイベントということで、改めておめでとうございます。いや、すごい盛り上がってましたね。いや、もういい曲ですし、うん、盛り上がる曲ですし、ね、なんといっても仲間 T がいい味出してますね。インパクトすごかったね。欲しいですね。私も来たいと思っちゃったけど、でも改めてね、この上場軍団さんがなんと7月25日にメジャーデビューすることが発表されて、はい、いや、メジャーデビューすることさっき聞いたって言っててね、びっくりですよ。そんなこともあるんだみたいな。さらっと。ね、でも個人的には私鈴木啓太さんのブログが大好きで、なんか言葉選びとか、今回ね、作詞も鈴木啓太さんで、はい、作曲が五郎さん、はい、そして編曲が中島拓衣さんということで、うん、なんか最強の3人が、そうですね、うん、作った仲間ですけど、はい、本当これからもたくさんね聞いていきたいなと思います。私たちも本当にいつもお世話になっている上場軍団さんのメジャーデビューシングル仲間、皆さんもぜひ聴いてみてください。お届けするのはアプカミ独占の映像です。まずはこちらの映像をご覧ください。おはようございます。さて、今日は今声がちょっと聞こえたでしょ。今日もある方と一緒にレコーディングね、入ります。よいしょ。おはようございます。
すでにええな。そうなんだ。すでにできてるくらいだよ、もう。こちらへ。ちょっと せっかく音がこんな感じだから、うん、歌詞一回無視して、うん、うわーって歌っていいかもしれない。よし、もう一回やってみて。よっしゃ、やるよ。はい、お願いします。あんま気にせず、はい、ここもですか、もう落ちてるとこも、うん、なんかちっちゃいつ入るぐらいでもいいかも。温かい優しさに、うん、うりゃうりゃっていう感じそれでまた最後ひっくり返っちゃってそう、もうこれ歌ったら死にますみたいなテイクが欲しい、うんうん、わかりましたよし、やっちゃおうかな。から信じていたんだっけ、きっかけは何だったっけ、なんて考えてわかんなくて、だけど追いかけて足が止まんない、次
を託した黒い雲、夜に紛れた水平線、コンパスの針は胸の中にある。たとえ太陽が昇っても咲いたルートを覚えても、みんなバレロに夢中でも一番眩しい光の方。ダメだ、やっぱりかわいい、やだー、光。最後後で撮ろう。はい、と全体的にいい感じなんだが、うん、例えばいつから信じていたんだっけ、ここをしっかり切る、うん、はい、ちっちゃいつのところがその次のなんだったっけかだったっけって言ってほしい。あ、あ、シーン割れた、はい。で、はいはい、もうと B メロの月を隠したってとこがC をそんなちゃんと言わなくてもいいかな。はい、月を隠した黒い雲、はい、隠したの空が隠した、で夜に紛れたギーがアクセントで、はい、サビはあからさまなアクセントが欲しくて、はい、もしも太陽の太で心が求める光の方へって捨てちゃっていい。最後え方へえ、ぽいってぽいぽいって書いておこう、ぽいって書いておこう。いつから信じていたんだっけ、きっかけは何だったっけ、なんて考えてわかんなくて、だけど追いかけて足が止まらない。温かい優しさに包まれたいのは秘密ごと、いつの日か優しさで包んでみせると決めてみた。これキープですごい良かったんで、はい、ちょっとさ一回あのその場で一回ダッシュして疲れてから歌ってみてもらってもいい？わかりました。いやいやいや本当に大丈夫かなあの人。いい感じかな。いい感じ。あ、よし、じゃあ同じとこから行ってみよう。はい。温かい優しさに包まれたいのは秘密ごと、いつの日か優しさで包んでみせると決めてみた。たとえ太陽が昇っても良いです。最後死に行った。あ、それでもいいかも。あ、それかっこいいね。うん、うん、それで良い。かっこいい。かっこいいです。かっこいい。できた。できた。あ、お疲れ様。帰ってきて。帰ります。いい歌撮りましたね。やっぱずっと踊って歌ってきてたから動いた後かなり良い。本当ですか、うん、私いつもやるんですよね。なんかいつもやるんですよ。キュートの時からね、 CD よりもライブの方がいいって言われてね、超悩んでたんです。よくマイクのことも知らないし、多分走ればよかったんだ。走ればよかったんだ。過去もずっと作るにあたってダンスナンバーも含めていろんな曲何曲を撮ってきた中で最速ですよね。うん、あら、レコーディングが最速。あ、最速。わお、やったよ。だってもう一発目に皆さんの演奏を聞いた時に、うん、はい、やばい。でもあのこんなガチャガチャしたのの中で歌うことってなかなか、ね、いや、ないです、ないです、うん、大丈夫でした。めっちゃだからレコーディングの時も
ゃった。なんかすごい皆さんがめっちゃそのかっこいいなんだリズムみたいなのを超奏でてくれてるからもうそのウェーブに絶対に乗っていこうと思ってだからやってたんだけど、ね、ずっと揺れてたそうそうずっと揺れてたんだけど、うん、でもこうやってなんかあのワーワー言いながらやってるのって絶対にね入ってますもんね、うん、雰囲気が。だからまあこの曲もやっぱりライブでもっともっと皆さんと一緒に、うん、あの成長させていけたらいいなと思うので、うんうんうん、覚えろよーっていう感じです覚えろよやばるよっていう感じです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで鈴木愛理さんのレコーディング映像をご覧いただきました。光の宝永は6月6日発売になる鈴木愛理さんのファーストソロアルバムの Do Me a Favor に収録されている曲で、ロックバンド赤い公園の皆さんとコラボレーションした楽曲になっています。すごいなんかバンドさんと一緒にレコーディングするっていう風景も見たことないし、ね、すごいでも楽しそうだなっていうのもあったんですけど、やっぱり一番は難しそうだなっていうふうに思いました。でも走った後の、鈴木愛理さんの声が可愛いし、はい、色っぽくて、なんかどんどん変化していく姿がねレコーディングで見れるの楽しいよね。そうですね、やっぱり迫力も違うし、なんかすごい高いところも出るのがすごいなって思いましたし、ファンの人の気持ちをあれ代弁するとここのカメラになりたいってみんなが思ってたのもそうですね、すごいこのカメラ表情もすごい可愛いじゃないですか、ね、かわいい、すごい、いやもう皆さん満足していただけたんじゃないかなと思います、うん、アフカミ独占のレコーディング映像企画、次回もどうぞお楽しみに。ここからは番組が気になった商品をご紹介するコーナーです。今回アプカミで取り上げるのはこちら、チーズまんじゅう。まずは商品のご説明からしたいなと思います、はい、実はこのチーズまんじゅうは以前のアプカミでもご紹介させていただいたんですが、非常に人気が高かったということで、今回が2度目の登場となります。このチーズまんじゅうはですね、宮崎県を代表するメーカーで、本格カレー専門店トップカーアイモコイモカフェさんが誇る人気のお菓子なんです、はい、サクサクの洋風生地にさっぱりしっとりのクリームチーズが優しく包み込まれていて、こうまろやかながら甘すぎずに絶妙な口当たりですこれ年齢性別問わず好まれる味わいですので、 お茶菓子やお土産にもおすすめです。ということで現物を用意しました。じゃじゃんじゃじゃん美味しそう。これそうですね、結構あのパンかな、うんうん、の匂いがするんですけど、ね、早速どうぞいただいちゃいたいと思います。常温ですね。サイズ感がいいね。うん、どうですか。ちょっと待ってくださいねいいよ、チーズを探します。あ、中にね、お、ガブッと、うん、出てきた。あの、うん、パン自体がふわふわしてて、あ、そうなんだ。でも周りはあの焦げ目とかついてるので、うんうんうん、周りはサクサクなんですよ。中はふわふわってやつですね。しっとりふわふわ、うん、でもすごいチーズも結構まろやかです。美味しい。なんかさらっと食べれて、うんうんうん、男性の方でも食べれると思います、うんうん、お、そうなんだ。これなんかね、聞くところによると常温でも美味しいんだけど、少し温めてから食べても美味しいって聞いたんですけど、ちょっと私の方が温まってるということで。あら、温かいものですね。いただきます。うん、うーん、うん、美味しい温めるの美味しいなんかね、チーズがとろーって、あー、口の中で溶けていく感じが、うん、なるほど。でもあれだね、やっぱ甘すぎないのが、うん、なんか結構チーズ系のこうお菓子って甘かったりするけど、ね、全然くどくないから、うん、うん、なんか紅茶でもお茶でも、そうですね、何でも合いそうな感じがして、うん、これお土産にもらったら嬉しいね。あ、嬉しいですね、うん、じゃあお土産と自分用、うんうん、あ、いいね、両方 ね、 ね、お土産と自分用でいや、これは皆さんぜひおすすめです、はい、食べてみてください。この商品は
通販サイト e ラインナップモールの3曲お取り寄せの日本セレクトのページでご購入いただけます。今後も番組が気になった商品をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアプカミ、残念ながらお別れのお時間です。はい、今回2人だけで番組をやっていきましたがレイレイどうだった？いや最初はルビンさんと一緒に MC をやるよって聞いた時に、すっごい楽しみだったんですけど本当にもともとトレーニーの時は全然口数も少なかったじゃないですか。そうだね、すごいシャイなイメージだったレイレイ、めちゃくちゃそうなんですよ、すごいシャイであんまり話せなかったんですけど、うん、成長見せなきゃと思ってちょっと大人っぽい洋服も選んできたんですアピールなの？なあ、そうだったのねもう洋服選びにすごい時間かかってどうしようかなって思った末にちょっと黒っぽいのを選んでみたりとか、うん、すごい大人っぽい本当ですか、うん、成長見せられたら嬉しいなと思いながらいろいろ考えてきて、そうだったの？知らなかった。でも本当レイレイは私の中ですごいちっちゃいイメージだったから、今日ってすごい大人っぽくなってて、もう成長にもう感動して、おばさんみたいな近所のおばさんみたいな目線だけど、そうまたレイレイとねなんか面白いことしたいなって、ぜひ、うん、目力もうぜひお願いします。楽しかったね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで本当にお別れの時間です。番組へのメッセージはこちらから。今回のアプカミ、お相手はチャオベーラチンクエッティの岡田ロビン翔子と拳ファクトリーの井上玲でした。さようなら。